ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年から、はい、まあ、年末からですけど、そうですね、はい、名古屋に新生、はい、土方店長が、はい、名古屋店店長としてまた新たに動画をお届けします。でちょっと前回ちょっとバタバタだったんで、そうですね、なんかこうふわふわっと名古屋店店長土方店長が始まっちゃいましたけど、そうなんですよ、ちょっとはっきりしなかったというか、そうですね、はい、でちょっと僕も伏せてたわけじゃないんですけど、はい、まあ、せっかくであればその東京店の、うん、車両紹介とか私始まってからの方がいいかなと思って、そうですね、タイミングはね、そうなんですよ、うん、ちょっとこう詳細あんまり言わなかったら逆にそれが心配されちゃって、はい、あ、そうですか、土方店長どこ行っちゃったんですかとか、はい、そうなんですよ、本社勤務ですかなんてコメントもいただいたんですけど、あ、そうなんですね、はい、改めて名古屋店で、はい、活動していきますのでぜひとも皆様よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そして今回ご紹介させていただくお車がポルシェ Cayman GT4、はい、やってきました、やってきました。僕的にものすごく興味があるところ、うん、そうですね、まあ、実は名古屋店では2回目の GT4 ですが、ちょっと 車両は現車は違う車両となっております、うん、でつい最近僕アリーナ店の方で、はい、ボクスターなんですけども、はい、GTS をご紹介させていただいたんですよ。あ、いいですね。でちょっとまたそれが少しこうコミュニケーションパッケージとかついてちょっと豪華な感じだったんで、はい、うん、またちょっとこう対局、はい、で中身も対局じゃないですか。そうですね、はいはい、なのでちょっとかなり興味があるところなんで、うん、詳しく今回見ていきたいと思います、はい、で早速ちょっと外観から見ていきたいんですけども、はい、まあ、専用のフロントバンパーがついてて、うん、もうなんか GT3 にも通じるような、そうなんですよ、なんか力強いですよね、うん、このダクトと、そうです、あとはもうこの辺の形状なんかも、はい、で車的にちょっと走る車なんで、はい、まあ、今回コンディションをちょっと詳しくお伝えできればなという、うん、はい、多分皆さん気になるところだと思うんで、そうですね、はい、でリップに関しては、うん、ちょ車高結構低いんですよね、うん、GT4、 そうなんですよ、なんでちょっと下はどうしても擦っちゃってます少し、うん、はい、ただそんな変形してるとかそういう感じではなく、はい、割れとかそういうことではないです、少しささくれてるぐらい、ささくれてますね、はいはい、純正は確か30ミリぐらい車高は低いんですよね、そうです、はい、うん、なんでちょっとその辺が少し減ってるかな、はい、ただコンディション的にはこうバンパーとか、うん、飛び石が本当にわずかにある、わずかにあるだけでパッと見本当綺麗です、ですよね、うん、すごくいいコンディションですね、サーキットとかでガンガン使ってたっていう感じの車ではないですね、ではないですね、はい、非常にコンディションがよく、うん、そして、はい、こっち回っていきましょうか、ちょっと2台目の紹介になるんでバババババッとなりますけど、はい、オプションとしては、うん、カーボンセラミック、はい、超高額オプションが、超高額オプション、これが、まあ、目玉といえば目玉ですね、この車両のね130万円ぐらい、そうなんですよ、素晴らしい。で結構こうサーキット行く人だと逆にスチールローターを選んだりとか、そうなんですよ、まあ、前回前々回とか東京店で撮ってる時にツッチーとも話してますけど、やっぱりポルシェって今現在のものであれば、今現在までのものであれば、ね、なるべくサーキットだったらスチールの方がいいんじゃないかっていうなんとなく考えのメーカーなんで、まだう、ね、うん、まあ、ランニングコストだったりだとか、そうですね、操作性だったりだとか、そうです、はい、うん、でまあカーボンセラミックなんでダストが出なかったりとか、はい、はい、ロングライフだったりだとか、そうです、はい、泣きにくかったりだとか、そうですね、まあ、ストリートユースに対してかなり分がある、はいはい、足回りになったりと、うん、ホイールもまたかっこいいですね、かっこいいですね、マクロで、うん、20インチのそう、はい、引き締まってます、そんなのが装着されてます、で、はい、今回車的にはノーマル、ほぼノーマルなんですよね、ほぼノーマルです、はいはい、特になんかスペーサーで出してますとか足回り交換してますっていうのもなく、ないです、はい、ほぼノーマルなコンディションでございます、はい、で横にバババッと行くと、うん、GT4 なんで、はい、まあ、ここにロゴ入ってこのダクトというか、うん、はい、カバーがついてて、で後ろも同様に20インチのタイヤが、はい、サイズは285でしょ、295でしょ、295か、295ですね、もうパッツンパッツンですよ、パッツンパッツンです、はい、もう純正でもうパッツンパッツンのサイズでございます、はい、そして後ろ今回がちょっとこのプチカスタマイズのポイントとして、うん、うん、まあ、特徴的なこの GT ウィングが少しこう足を変えて、はい、そう、ちょっとかさ上げされてます、これが変わってるってことですか。そうですね、これが変わってます。あ、なるほど、ノーマルだとおそらくこの辺の位置かなっていう感じです、はい、なんでどうですか、 7-8 センチ、そのぐらい上がってますか、ね、上がってるイメージかなと思います。なるほど、はい、そんなのがついてる、はい、はい、そして後ろに関しては、まあ、GT4 なんで、うん、この黒いモデルレザーというか、はい、ロゴがついてて、はい、スポーツエキゾーストついてて、リア版もこれ専用ですよね、専用です、はい、ね、うん、これもディフューザー専用ですね、はい、ちょっとレーシーな感じの、はいはい、ディフューザーがついてございます、うん、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、見てみましょう、はい、で内装がまたこれ、うん、もう本当につい最近、うん、コミュニケーションパッケージの車見たばっかりなので、はい、
またこう対局で、はい、なんですか、もうドアとか、うん、もう本当に質素というか、はいはい、もうレーシングな感じ ですこのビニールと、はいはい、そうですね、これビニールです、合皮なんですか、合皮だと思いますね、はい、一体成型のね、で、はい、パネルもついてない、そうです、はい、そして取っ手に至っては紐っていう、紐です、はい、もう軽いのが偉いんで、すごいですねこれ、はい、いい感じです、いい感じですね、ただこの辺はしっかりある感なんですね、うん、かっこいいですよね、はい、うん、で当然電動格納もなしでございます、うん、なしです、はいはい、そしてかっこいいのがシートです、うん、いいですね、これもオプションですよね、オプションです、結構装着率的にはどうなんですか、意外とあると思いますね、あ、本当ですか、やっぱり欲しいところですよねこれはね、でも結構オプションの金額的にはこれ高いんですよ、そこそこいっちゃいます、ね、もうだってこのシェルが全部カーボン、そうです、はい、そしてかっこいいのがこのシートベルト、はい、黄色いシートベルトが、うん、これちょっとこうブレーキキャリパーのこの黄色と相まって、はい、ちょっとおしゃれな感じもいいですね、はい、差し色的にはそうですね、はい、そしてヘッドレストの部分には GT4 の刺繍と、うん、はい、まあ、シートもかっこいいですよね、このポーチのシート、うん、かっこいいですね、そしてダッシュボードの方に行くとステアリングが専用のもので外径がなんか1センチぐらい、はい、ちょっとちっちゃい、小さいんですか、らしいですよ、あ、はい、ちょっとごめんなさい、それは知らなかったです、はいはい、でも1センチは多分本当に わずかにわずか、はい、うん、ポルシェオーナーカメラマンも、うん、あ、そう言われればなんていうレベルなんで、なるほどね、はい、絶妙なチューニングがされてるみたいです、はい、でダッシュボードなんかも、うん、この合皮のなんかこうスタンダードな、そうなんですよスタンダードです、本当なんか普通につるっとした感じの、はい、そうですね、うん、車のキャラクター的にもうものすごく好印象です、はい、はい、すごく、こう他のグレードだとちょっと寂しさを感じちゃう、うん、そうなんですよかもしれないですけど、はい、もう GT4 だとなんかしっくりきます、ね、いやもう当然ですね、はい、はい、そしてシフトなんかも短い、短い、はい、ちょっと以前お伝えした GT3 にもうまさにこう同じ匂いというかを感じる、うん、そんな内装になっています、うん、これぞポルシェって感じですよ、ですよね、はい、これスカーフプレートは何気に光るんですね、うん、光りますね、なんかちょっとこういうおしゃれさも、うん、はい、なんだったらもうここカーボンじゃなくて普通のプラスチックでも、はい、いいぐらい、ね、そのぐらい体育会系でもいいかなと思うんですけど、はい、ちょっとこういうおしゃれさも抜かりない感じです、うん、ちょっとあの微妙に主張してますよね GT4 をね、そうですね、それがまたグラグラっときます、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、よいしょ、ですね、よいしょ、フルバケに関してはちょっと割とここが高いんで、うん、そしてお尻が低いんで、うん、乗り降りは割と大変ですね、気使わないとダメですね、はい、はい、ちょっとお尻から入るのもあれだし、はい、足から入ってもちょっと大変な感じです、うん、はい、ただ一回入っちゃうともうこの収まりの良さ、はい、これは素晴らしいですね、もうぴったんこです、はい、そして運転席からの視界はこんな感じです、うん、専用のステアリングとセンターマーキングがこれうっすら入ってるんですよね、入ってます、はい、うん、ちょっと本当にわずかに小さいステアリングと、うん、はい、でメーターはこんな感じで専用の GT4 の入ったグレーの、はいはい、メーターになってて、まあ、スポーツクロノがついてるとここに、うん、何でしたっけ、ストップウォッチが出ます、はい、のクロノもついてると、はい、うん、はい、そしてトリムなんかはこれカーボンなんですね、カーボンですね、意外にその辺もあったりとか、うん、はい、で今回の車はレーダーとドライブレコーダーと、はい、もついてると、うん、でナビに関して言うとこれが純正の、はい、そうです、クラリオのナビが今回装着されてます、はい、まあ、この辺使い勝手だったりはいいんじゃないかなと、うん、はい、でこれ当時のやつなんで、うん、ディスクが入るやつですよね、そうです、はい、最近ディスク入んないですからね、もう入んないですよね、はい、うん、まあ、この辺がしっかりついてると、はい、そして、うん、気になるところここです、うん、快適装備はありません、はい、ありません、はい、本来シートヒーターのスイッチですね、はい、いりませんよそんなもんは、はい、オートエアコンもありません、いやいらないですそんなもんは、はい、もうしっかりなんか教科書通りの、そうです、はい、はい、あのオプション選択がされてる、もちろんです、車でございます、はい、そしてシフトがまた短い、うん、操作感もいいんですよね、これ操作感がすごくいいですよ ね、はい、そしてこの辺が、うん、モードとあとスポエキがついてるんで、はい、そうです、はい、あとは何でしたっけ、 PA、うん、PASM、はい、のスイッチと、はい、あと ESC と、うん、トルクベクタリング、そうです、トラクションコントロール、ね、トラクションコントロール、はいはい、がついてると、はい、そしてグローボックス、うん、この辺は、まあ、変わらずですよね、この辺は、そう変わらず、はい、リモコンとシガーソケット、はい、はい、で後ろに行くと、うん、Kマンなんで、うん、ちょっと若干スペースと、そう、はい、
あると、にも包めますよ、はい、で両サイドに小物入れがついてるんですよね、うん、そうなんです、はい、この辺ですね、うん、はい、そして今回ウイングが変更されてるってことなんで、はい、まあ、運転席からの、うん、ちょっと見た目としてはどうですか、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ちょっと視界遮る、わずかに上の方を遮る感じです、うん、はいはい、逆に下は見やすくなってますね、うん、はい、だから後続車なんかは逆に見えるかもしれないですこれ、はい、なんでちょっとその辺の視界の違いがあるかなと、うん、はい、そして天井関係は、うん、いやこれアルカンターラなんですね、そうなんですよ、なんかちょっとレーシーな感じと、うん、はい、そしてバイザーは普通のこのビニールのタイプ、うん、はい、そうです、こんな感じでございます、はい、はい、いやシートがいいですよね、いいよね、はい、なんだろうねこれいいね、マクラーレンとかポルシェのシート大好きなんですね、うん、いいですねこのピタッとくるじゃないですか、そう腰が決まるのが腰がパンって決まるじゃないですか、はい、これ気持ちいいですよねすごく、でまたこのペダル操作とかハンドル操作でこう結構こう、うん、シートのこのありがたさというか、はい、自分のフィットしてる具合が分かるじゃないですか、うん、だから実際こう止まってる車のシートに座った時の感想と、うん、ちょっと走り出してみた時の、うん、シートのイメージで違いますか、違いますね、はい、うん、ちょっとこれは試乗でちょっと乗ってみたい、はい、確かめたいですね、はい、あとはどうしましょう、メーターとかちょっと見てみます、はい、うん、でメーターはこんな感じで、はい、はい、3連の、うん、でこっち側に、はい、いろいろ、うん、はい、ストップウォッチと、はい、はい、G の、うん、ツイッサイとか、はい、こんな感じですかね、そうですね、はい、めちゃめちゃ見やすいです、うん、はい、いいですね、はい、じゃあ続いてトランクを、はいはい、見てみましょう、まあ、変わらないですねっていう確認に、そうですね、なりますけど、一応確認で、はい、ちょっと気になる点としてはそのウイングがついてることでこの重さというかは、うんうん、いや特に変わってないと思いますね、普通にこう、はい、全然、ああ全然感じないですね、いや感じないですね、ダンパー強いんですかね、うん、あそうなんですかね、かもしれないです、かもしれない、もしかすると、はいはい、で容量的には特に変わらず、うん、何も変わらずですね、はい、はい、まあ、しっかり日常使いにも使える容量ですよね、そうですね、さすがにちょっとゴルフとかは、うん、うん、ちょっと行けなくはないんですけどね、ちょっとキャディバッグの横にしてとかっていう感じだよね、そうそうそう、大きさによってはちょっと入れづらいかなと、はい、そんなトランクになってます、はい、はい、じゃあ続いてボンネットも、はい、はい、見てみましょう、ボンネットも変わらず、うん、変わらずです、はい、はい、特になんか機構がついてるからこう、うん、ボンネット狭くなってるとかっていうのもなく、はい、特別な変更点もなく、はい、あの普通のケーマンと一緒ですね、なるほど、はい、で本当になんかこう中身がレーシーになってるっていう感じなんですね、うん、そうですね、はい、そうだと思います、じゃあ続いて転倒周り見てみたいと思います、お願いします、続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います、お願いします、改造車の買取実績ナンバーワン、欧州車の買取はボンドカーズまで、改めまして土方さん、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ちょっと乗ってみて、はい、まずこの紐がやっぱり、うん、しかも紐をこれって、うん、こっちを引かないとダメなんですね、そうなんですよ、だからこうただ引っ張っても、うん、開きにくいというか、そうなんかちょっとね、はい、こっちを引っ張る印象じゃないと、そうちょい癖があります、はい、まあ、これでどんだけ軽くなってんだっていう話ですけど、そうですね、やっぱりでもちょっと演出も含まれますね、はい、そしてまあ、GT4 に限っていう話じゃないですけど、ちょっと助手席足元がこっちに、はいはい、寄ってますか、こっちの出っ張りがあるんで寄ってます、そうなんですね、はい、ポルシェ全体的になんかそんな感じですよね、そうです、はい、運転席もそうです、ケースボックス出っ張ってるんで、そう真ん中に寄ってる感じです、ただ乗ると全然別にそんな違和感ないですよ、はい、それで疲れることもないですし、はい、そしてちょっと内装の紹介でも触れましたけど、はい、はい、エアコンがまさかのマニュアルってことで、うん、男のマニュアルですね、でびっくりしました、エアコンまで、はい、あれこれ数字
数字、まあ、当たり前なんですけど、はい、数字がないですね。ないですよ、はいはい、これで温度を上げてったり、そうです、下げてったり、はい、もう感覚でいける男にならないとダメですよ。これすごいですね。なんか赤くなるとか青くなるとかすらない。いやもう一切いらないですもん、はい、ただこのゲージがこっちに行くかこっちに行くか。そうです、あったかいよ寒いよって、それだけで十分です。超男ですね。男ですよ、はい、男の子はこんぐらいじゃないとダメです。そうですね、はい、ノリが体育会系なんで。完全に体育会系ですよ、ね、はい。だってもうフルバケだからちょっと助手席で寝ることも許されない、うん、許しませんよ、はい。いやちょっとこれ1台だときついかもしれないですけど、うん、やっぱりなんかセダンとこれとか、ね、SUV とこれとかっていうのはもう理想ですよね、うん、理想です、最高ですよ、ですよね、うん、やっぱり複数台所有できたらもうこんな最高なことはないですね。ちょっとポルシェのこの役付きはちょっといつか所有したいです、うん、僕は。そうですね、いいですよね、こういうの。そして気になる走りの方はというと、うん、もう超本気ですから、はい、はい、カレラ S 系の 3.8リッター、はい、水平対向6気筒、はい、いいですね、素晴らしいですね、はい、で馬力が300後半ぐらい、そうです、はい、出てるってことで、はい、でもなんかポルシェに限ってはなんかこう馬力戦争な感じじゃなくないですか。うん、全然違います、ね、はい、なんかもう気持ちよく走るとか。そうです、こう走る、速く走るのにこう馬力にこうなんていうんですか、うん、頼ってないというか。そうですね、はい、うん、なんていうんですか、トヨ、まあ、あとはごめんなさい、ポルシェが考える、まあ、バランスですよね。一つのこうパッケージとして馬力だったりエンジンの位置だったり足回りの硬さだったりっていうことじゃないですかね。でまた GT3 とか GT4 ちょっと僕はそんなにこう極限の状態まで攻めたことないんですけど、結構そのエンジンの搭載位置が当然リアとミッドで違うんで、はいはい、こう例えば後ろが滑り出した時の挙動なんかが結構違うっていうのは聞きました。うん、そうですね、はい。全く違いますね。やっぱり重心が外にあるのと中心に近いのとで、はい、こうシャープさというか。そうですね。でやっぱりこう何ですか。なんだったらもう GT4 の方がやっぱりミッドだから旋回性能というか、はい、滑り出した時がこう早いみたいな。そうですね、はい。リアエンジンの方がこうちょっとこう、うん、テコの原理じゃないけどその重心が後ろにあるんでもうちょっとこう、うん、感じ取りやすいというか。うん、はい、まあ、それはさっきと行かれてるからとの話なんで、まあ、僕は全く分かんないですけど、うん、はい、だからまあ RR の車も、まあ、一昔二昔前の車に比べればとても乗りやすくなってるし分かりやすくなってるんで、まあ、あまり最近は違和感ないのかなと思いますけど、やっぱりサーキットなんかの極限状態でテールスライドしたりとかやっぱり非日常的な挙動の時ってやっぱり RR はちょっと神経質になりますよね。こう動き出すのはこう重心が遠い分ゆっくりなんですけど、うん、はい、動き出しちゃったらこう止まんないみたいな。そう、止まんないですよ、うん、はい、なのでちょっと細かいこと言うと RR ってどうしてもこうアクセルを入れてって、はい、駆動をかけてあげないと止まらないし、はい、でも滑った時に踏み続けるのも怖いしっていう、確かに、いろんなこう、ね、癖があるんで、でもそれをこう分かってしまって乗りこなせた時の気持ちよさだったらないですね。そして今ちょっと走り出してましたけれども、はい、僕のこの助手席に乗った感じでいくと、うん、ちょっと東京店で乗った GT3 をまさに思い出してました。ああ、そうですね、はい、うん、なんかわかります。この全身でこの何ですか、走ってる感を感じ取れる、うん、はい、はい、ローズノイズだったりだとか。そうですね、でも僕がこうやってね、僕も土も乗ってますけど、それで動画を見ていただいている方、このこういう車をまだ所有されてない方には言っておきたいんですけど、想像してるフルバケットとは違うと思います。あ、それかもしれないです、はい、これ座ってこういうふうに乗ってると普通にポジションが決まった普通のシートにしか思えないんで、確かにすごくストレスを感じなく。確かにフルバケってこう特に座ったことない方だと、うん、なんか窮屈そうとか、あ、そうですね、タイトそうっていうイメージありますよね、うん、でこの自分のこの体フィットした時のこの楽さといったらないですよね。全くないです、もう任せられるんで。ましてこの辺の車乗るんだったらなおさらですよね。そうです、だってもう体支える必要がないわけじゃないですか。全くすごく楽です。だからもうステアリング操作ともうペダルシフト操作に専念できる、はい、そうですね。いや、これはちょっとでも座っていただきたいですね、うん、ぜひ、はい、本当にポルシェとマクラーレンのフルバケ本当にいいんですよ、僕本当にいいですね、はい。
僕のこのデブな体型なんてどれだけ多くの方に、うん、分かっていただけるか分かんないですけど合わないんで他の方だと、はい、ちなみに僕みたいなずんぐりむっくり体型だとピッタンコです、はい、あそうですか、はい、ピッタンコです。僕はこう適度にホールド感があって、はい、でもなんかこうタイト感じゃないので、はい、ストレスにならないっていうのかな。やっぱり実際にそのずっとレースをやってる中でやっぱりがっちりシートで収まって、はい、6点でがっちり締めて、はい、ってやったつもりでも何周か走るとやっぱりシートベルトは緩むしっていう感じってあるんですよ。でもさっきとって G がすごいのでそれって嫌なんですよね。でもその車で一般道走るって言ったら逆にもっとストレスになりますからね。なるほど。シート薄いしガッチガチだしっていう。でもこれは本当そういうのがないんで。うわー、このメカニカルの音がいいですよ。わかります、ね、このカチャカチャって、はい、ちょっと今回はT4 の片鱗を見るために高速に乗っちゃいます、はい、ちょっとだけです。初名古屋高速ですよ。あ、本当ですか、はい、はい。あんまり長く乗れないですけど。そうです、ちょっと軽く行きましょう、はい、利用料金は580円。うわうわいいですね。うわ最高ですいいですか。なんかでも安定しすぎてて、うん、うわーっていう感じじゃないです。全くないです、ね、うん、なんかあの大げさな言い方するとバランスがいいので、はい、まるで四駆に乗ってる感じなんですよ。なるほど。トラクションがすごいかかるんで怖くないですよ。踏んでても助手席で全く怖さとか、あーそんなスピード出さないでっていう感じは全くないですないですか。全くないです。マニュアルなんでこう G が抜けるときとこの前後のこれはありますよ。そうですね、はい、うん、けどなんかもう後ろの安定してる感じがもう思いっきりいいですね。うわーめっちゃいい音しますね。はい、終了ということで、はい、いやでもちょっと片鱗が、うん、やっぱりその車に合ってる、うん、その車に合ってる速度域ってこう、うん、はい、ありますよね。ありますね。もうちょっとあの正直あのさっきお店から出て走り出した時に、うん、意外に静かだなと思っちゃった、はいはい、しっかりロードノイズとか聞こえますよ、はい、エンジン音とか聞こえますけど、うん、なんかこのメカのこうわーって音はそうですね、はい、うん、あれ思ったほどじゃないのかなと思ったんですけど、うん、やっぱり踏むとそうですね、はい、うん、でなんか心なしか吸気音がちょっと彼ら SK よりもちょっと大きくしてあるのかなっていう気がしなくもないですね。あ、 GT3 とはまあ当然明らかに違うんですけど、はい、エンジンが違うんで、はい、通常の彼ら S とかに積まれてる 3.8 のエンジンに比べるとなんかちょっと違うかなっていうフィーリングが、搭載位置だけじゃなくて、うん、多分なんとなく吸気のあの何ですか、あのレイアウトも違うからかもしれないですけどね、もしかすると、まあ、そうですね、うん、いやもうだってこの音はこのエンジンでしか出せないじゃないですか。そうですね、うん、なんか直録、ただの直録とかだとまあまあ似た感じの音あるよねみたいなのあるけど、うん、確かにポルシェの音ってもこのポルシェの水平対向6気筒しか出せない、ね、うん、出せないです、はい、おっしゃる通り、もう最高ですよ、ね、欲しいです、欲しいです、はい、マニュアルだったらずっと乗れるし、うん、ああいいですね、なんか乗ると本当にいいですね。後ろもこんな感じで、この、はい、うん、乗ると分かるんですけどブレーキアクセルが本当深いんですよ、はい、こういう感じなんですよね、はい、アクセルとブレーキが、はいはい、なんでちょっとこう頑張ってヒールアンドトーしようと思っても、はい、なんか違和感あるんですけど、あ、やっぱサーキット走っててとか、あ、だから踏み込む量が、ね、そうなんですよ、そう、奥に奥にどんどん入っていっちゃうんで、はい、熱もありますし、はい、踏み込む量も違うんで、はいはい、かける動力も全く違うんで、その時にパチって合ってくるんでポルシェって気持ちいいんですよ、うん、だ街中だとちょっと違和感あるかもしれないです、はい、逆に街中で調子いいとこう、うん、サーキットで踏み込みすぎちゃってこうアクセルの方が高くなっちゃったりとか、うん、そうですね、出てきちゃうってことですよね、うん、そうです、そうです。いやでもね、すごくいいです。で土方さん知ってました、これ
なんと4点がついてるんですよ、おまけで。知ってますよ、シュロスの、はいはい、かっこいいですよね、シュロスの4点が、はい、しっかり装着されてると、うん、ポルシェといえばシュロスなんで。え、そうなんですか。なんか最近ずっとオプションで、はい、シュロスのシートベルトとかをずっと設定してますよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。すいません、恥ずかしながら知りませんでした。あ、そうですか、はい、はい、ちゃんとシュロスのロゴも黄色なんですよ、はい、まあ、ちゃんと合わせてありますよ、ね、そうでしょ、はい、ツッチなんかさ、はい、言っていいもんかどうかわからないけど、はい、なんかさ、こういうポイントとか、はい、ちょっとしたポイント、はい、さ、この、はいはい、紐とか、はい、黄色使ってほしいなと思って。あ、なんかね、確かに、うん、でもそれもあれじゃないですか、こう前も行った時に黄色が入んないようになってるんじゃないですか。まあそうでしょうね、はい、うん、逆に言うとね。あ、でもセンターマーキングはでもあってもいいですよね。そうと思うんですけどね、うん、車は車なんで逆に欲しいなと僕は思います。結構だからその見えたとこがいい方が、うん、その色になったりとか、はい、見えない方がいいところは、うん、あえて色つけてなかったり。そうですね。だからシフトだけ結構違う色になったりとかありますよね。そう、あります。センターマーキングだけとか、うん、だから細かいことを言うと、はい、このシフトレバーってポルシェ独特の形してるんですけど、はい、いつぐらいかな、なんか、ストロークっていうかこう入りが良くなってるからいいのかもしれないですけど、はい、もうちょっとこう頭を重くした方がいいかなって、なんとなくこのフィーリングは思いますね。なるほど。もうちょっと重くすると、この上が軽い感じしますか、ね、そう、ちょっと軽い感じがする、上が。なるほど。もうちょっとスッ、そうするとこう2と3とか、はいはいはい、4、3ですね。この辺がすごく入りやすくなってくるんで。なるほど、うん、でもこの個体でいうと1万キロ走ってて、はい、ミッションクラッチの変な渋さ全くないんで、ものすごくいいですよ。なるほど、はい、すごくいいです。これミッション的にはどうなんですか。僕ちょっとその資料的なのを見たら、はい、そんなにクロスしてないです。そんなしてないですね。うん、でそうですね、ポルシェというよりもドイツ車で多いのって意外と 3,4,5 クロスが多いんですよ。あ、はい、まあ、クロスって言ったら言い過ぎですけど、はいはい、近いのが多いですね、はいはい、うん、1,2 がワイドで 3,4,5 を積極的に使うみたいなイメージがちょっとあるかなっていう雰囲気があります。じゃあ全然こうロングツーリングみたいなのとか、うん、もう全然街乗りからマルチにこなせる感じで、うん、全てトータルでいけますね。クロスしてるとクロスしてたでいいんですけど、うん、こう忙しくないですか。そうなんですよ。だから逆に言うと、1足2足3足がクロスしてるとすごい疲れるんですよ、うん、あ、まあ、どこからでも踏めるっていうメリットもありますか。もうあります、ありますけど、一つずつが低いギアが短いとすごくちょっと疲れちゃったりしますね。なるほど、うん、でこの車に関してはそれがないので、多分すごく長距離も普通に楽ですね。そしてクラッチはどうですか。うん、重いです。やっぱり重いです。重いですね。僕もちょっとさっき駐車場踏んだらめちゃくちゃ重かったです、うんうん、はい、でもこう踏み切っちゃった時にずっと力入れてなきゃいけないっていう感じじゃないんですよ。あ、なんか分かります。最初の一発目をグッて入れてしまえば、はいはい、もうあとはこうなんか大丈夫かなみたいな、こ の伸ばす この動作、うん、ここのとこですよね、うん、ちょっと動力がちょっと必要かなっていう。そうですね。奥はこうグッて入っていっちゃう、うん、入っていっちゃいます。これ楽です。なるほど。でこう半クラ、別にこう吹かす必要もなく走ってくるんで、はいはいはい、楽ですよ。トルクありますから、ね、と乗りやすくて、渋滞も楽ちんというわけにはいかないですけど、はい、別に普通に街乗りレベルだったら全然いけちゃう感じ。いけちゃいます。楽です。あ、そう、そしてこれ LSD も入ってるんですよね。そうです。で、はい、ただ効きはかなりマイルドなんで。そうですね。グキグキバキバキみたいな、そんな感じではなく、うん、ではないです、はい、普通に乗れちゃうっていう。はい。あ、確かに、うん、そうですね、うん、左膝と、うん、当たるでしょ、足ボードが近い。コラムが、いや、特にこのフルバケでこう前上がりじゃないですか、うん、だからかもしれないです、うん、一応この高さ調整できるんですよね、これ。一応できます。ただ一応今全部下げてる状態なんで、はい、これで確かにここのクリアンスだともう少し欲しい気がしますね。苦しいでしょ、意外と。ここそうなんですかね。なるほど、はい、ローポジションのレールとか出てないんですかね。ありそうですけどね。ありそうですけどね、はい、これベース自体
取り付け位置2段階ぐらいあったんでしたっけ。ないのかな。どうですかね。ちょっと待ってます。あ、ないの。ないですね。ないですね。うん。ちょっとそこだけっすね。はい。ただ別に僕のポジションだと全然大丈夫。大丈夫ですか。はい。よいしょ。僕あれじゃないですか、はい、こう見えてあの足超長いじゃないですか。そうですね、土と違って、はい、だからなんですね。じゃあ土方さんぐらいの体型の方は要注意ってことですか。はい、はい、僕みたいなずんぐりむっくり、うん、胴長短足は、はい、大丈夫ですか。大丈夫です、はいはい、ああこういう感じですね。そう、はい、慣れると走り出せちゃうんで、はいはい、全然大丈夫です。次の一時停止に右に行って出ちゃいますか。あそこの信号のとこ混んじゃってる。はい、わかりました。ああ、そうですね。クラッチは、うん、最初が少し重い感じ。そう、はい。踏み始めが重いんですよ、はい。そしてですね、車めちゃめちゃトルクあるんで、うん、要はハンクラがブンブンってやんなくても、うん、あそう。大丈夫。逆にね、煽っちゃう方が乗りづらいと思います。はい、ああ、なるほど、うん。ポルシェ全部そうですよ、RR も。あ、そうなの。そう、レスポンスが薄いから煽っちゃうから、はい、煽るんだったら、はい、もう高い回転でアクセルをキープで半クラにするっていう。ブンブンって煽っちゃうからストンで止まっちゃうんですよ。でもちょっとミートポイントのこの確認にちょっとこうブンブンってしながらこうやってみたいじゃないですか。ああ、うん。でもそれしなくても全然普通にスーって出れますね。うん、それは素人ですね。素人なんです。はい。うわあ、なんかほら、なんてなんか変な言い方ですけど、あれ、はい、ケーマンでこんなトルクモリモリなのみたいな。いや本当すごいこれね、面白いですよ。で走り始めちゃう、トルクないのかなと思って走り始めると、あれトルクあるわみたいな感じしません。いやこれすごいっすね。モリ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 って出てくるんで、これいいな、うん、そして、うん、ただ止まってる車でハンドル握った時は別に小ささ感じなかったですけど、うん、これ自分で操作するとちっちゃいの分かりますね。そうなの、私もそう思いました、さっきですよね、うん、あれちっちゃいんだやっぱりと思いました、走ってて。1センチ、うん、高が1センチ、サレド1センチ、はい、サレド1センチでしたね、はい、気持ち細くないですか。細いっすよ、しかもね、そうなんですよ。だそれも含めて、はい、なんかうまくこう調整してるのかなみたいな。言ったらなんかもうアウディぐらい細いですよね。そうです、そうです。だからおそらくこうレーシンググローブしてちょうどいいぐらいの太さっていう、やっぱりポルシェのやり方、ね、考え方なんですかね。でふと思いました。だからすごくなんかいい感じなんですよ。いい感じです、はい、うん、ちょっともうちょっと見たいっす。いいですよ、いいですよ。で僕と同じコース行きますか、はい、高速使って。高速乗ります。はい、右に車線入れますか。うわー、これめっちゃ気持ちいい。 なんていうんですか、こうトルクとパワーが一緒みたいな。そして乗りやすい。乗りやすいですね、はい、イチョウの葉っぱが飛んできましたね、はい、いやそれ右で。めっちゃ乗りやすい。なんかあの神経質さがないよね。ないです。でもふと忘れる、土ふと忘れたでしょ。忘れました。何を忘れたかっていうと、フルバケットに座ってるんですよ、実は。そういう感じじゃない。僕はもうフルバケ結構体勢もあるし、うん、なんせ前に乗ってた車がフルバケ2脚なんで。そうだよね、はい、でもそうは言ってもクッション良くない、これ。いいですね、うん、全然タイトさない、決まるし、バシって腰が。それより車のなんかこの普通、うん、普通いい意味で普通の動きにびっくりしました、うん、ね。でも明らかに足硬いんですよ、乗ってて。全然気にならないね。気にならないよね。すごくいいです。もう大好きです、このエアコンのスイッチ、男前。土方の、土方大好物ですから、こういうの。本当ですか、はい、これだったらダイヤルの方が分かりやすかったなっやかましい、はい、いいんだよこれで。男前だから、オート風な表示で温度の表示が出ないっていう、はい、いいですね。すいいっすよ、すごく。なんかこの、はい、ダイヤルのなんていうの、はい、この周りがちょっとこう黄色っぽく色がついてて、はい、なんかこうそうですね、スポクロの周りもちょっと若干黄色っぽいです。そうなんですよ、ちょっとクラシカル的な視認性もありつつ好感が持てますね。
うわー、もうシフトがもうめちゃめちゃ気持ちいいです。でしょ？はい。もシフトの頭がもう超重くてスコーンっていってくれるともっと気持ちいいんですよ。でも僕は十分ですね。いいですか？うわー、めっちゃ気持ちいい。なんかこうリアで駆動してて不安定っていう怖さないでしょ？全くないです。ないんですよ。不思議ですよね。まあ、そんなにあのトラクション語れるほどあのスキルもないですけど、まあまあでも飛ばせないっていうのもあるけど、はい、でも加速していった時になんかあからさまにあーっていう感じ。そうないです。ね、それがないんで、もうただひたすらぐわーっと前に出るだけ。そう、うわ、めちゃめちゃ気持ちいいっす。ね、いいっすよね。あ、そっか、これブリッピングしてくれる機能もついてるんですよね。そう、ついてない。ついてないでしょ。あ、ついてないっすか、これは。ちょっとどうにか買う方法ないっすか、これ。うん、これはいいわ。全然でも、まあ足硬いんですけど、うん、不快な感じしないです、僕は、ね。はい、そうなんですよ。ちゃんとこう一発で収まるし。そう、いいよね、これがね。まあ、確かにアクセルとブレーキの結構高さありますね。うん、そう、高さがね。最高です。最高です。これいいな。あ、確かにもうちょっと重かったら。そうなんですよ、もうスカッスコッていくかなっていう、ね、このシフトのこの、うん、最後まで自分の力でこうグイッていう感じですね。うん、だからこう呼んでくれないっていうか。そうですね、そうですね、うん、いやでも、うん、もう全然今まで僕が乗ってきたあのマニュアルの車、うん、日にならないぐらいもうカチッとありますよ。いいですか。はい、でも本当入りいいですよね。渋いとこないし、普通に、はい、もうめちゃめちゃ正確な機械をこう操作してる、うん、時計みたいな、うん、カチッ、うん、いや欲しいんですよ車。買いまー、買いたいです。はい、ちょっといよいよちょっと相談しますかね、はい、支払いの。そうですよ、はい、うん、買いましょう。 でも僕こうスポーツしてる車だったらもうポルシェか、うん、マクラーレンだなと思ってるんですよ。はい、はい、じゃあマクラーレンで。マクラーレンもいいんですよね、うん、いやでもポルシェだったらな、日常で普通に。そうなんですよね、はい、マクラーレンも普通に使えるんですけど、どうしても形的にね、いろいろこう制約あるじゃないですか。ドアの開け閉めだったり、幅が2メートルあるじゃないですか。そうなんですよ、そこなんですよね、うん、これもう1800台ですよね。そうなんです。だからケイマン、ボクスターって、うん、911の影に隠れながらも、うん、ものすごくいい車なんで。そうなんですよね、はい、もう本当に好感の持てる一台ですね。またかっこよくないですか？ GT4 ですよね。 GT4 ね、めっちゃかっこいいっす。ドリンクホルダー装備でいいですね。いいですね、はい、うん、これあんまり太いの入らないですよね、うん、入ります。ああ、はい、そう、初めてこれ開いてみました。あ、本当ですか、はい、結構入りますよ、普通に。壊れることなく広げてあげれば。あ、そういうことなんですね。はい、大丈夫です。ダメです、飲み物なんて飲んじゃう。いやほら、あの走りの後に。あ、本当ですか。ちょっとほっと一息みたいな。ETC もついてて、うん、はい、そうですね。ドライブレコーダーもついてて、そうです、はい。うわー、この音がいいんですよ、僕、うん、ガチャっていうこのメカの、うんうん、なんかそうなんですよ、新しい車って全てがオートマティックだったり、はい、いろんなものがこうなんていうの、なんていうのシステマティック、なんていうのかな、こうまとまりすぎてて音もないし、はいはい、ちょっとこうワクワクするところ少ないからね、やっぱりこういう車たちには頑張って残ってほしいなと思います。新しいのは新しいのでこう、うん、なんかすごくよくギミックができてて、はい、うん、こう感心したり感動したりすることもありますけどね。
技術的にね、はい、すごいなって思うところはありますね。 AMG GT4 ドアなんか乗った時びっくりしましたけど。あ、そうですか、はいはい、わすげえよくできてんなと思って、うんうんうん、ただなんとなくこうワクワク感というか、はい、ドキドキ感というか、なんかちょっと自然なものなのか、こう作られたものなのか。あ、そうなんですよ、はい、そういうとこ味わいたいなっていう、はい、なんかこうわがままの気持ちもあるじゃないですか。確かに、うん、壊れちゃ嫌だけどメカニカル的な音欲しいしみたいな、うん、そういうところってなんか最近のポルシェだったりってやっぱり頑張って残してくれてるんで嬉しいですよね。だってこれ撮影前にちょっとびっくりしたの、その、うん、ダウンサイジングならぬアップサイジングしてGTS でなんか4リッター回帰してるやつがあるんですか、うん、現行ね718ボクスターの GTS。 びっくりしたんですけど僕知らなくて。もう本当僕本当乗ってみたい。乗ってみたいですね。それ本当乗りたいです。もう最新の技術で復活してるわけじゃないですか、うん、そう4リッター NA だよ。それがだって今ダウンサイジング加速しすぎても、はい、63シリーズに至ってはもう残念な感じに なろうかっていう時にっていうで、すげえ上げちゃいましたから。ポルシェさん、ポルシェさん頑張ってますよ。いやすごいですね。あ、男前です。だって日本もついにそれ続いてってあれらしいですよ、うんうん、ガソリン車撤廃30年。あ、そうそうそう言ってたね。 K もそうらしいですよ。 K もなの。あら、だから本当もうあと10年か15年ぐらいで加速しますよね、その辺は。するね、はい、じゃああと5年後から雰囲気変わってくるのかな。可能性ありますよね。そうだよね。いえ、寂しいな。あ、気持ちいい。あれどこでしたっけ。もうちょいさっきかな。うん、本当に何だろう、こう上手くなったかと錯覚しちゃうんですよね。わ、うん、かります、うん、かります。なんか車がちゃんと思った通りに動きすぎて、うん、あれこれ俺運転上手くなってんじゃねえの錯覚するっていう、うん、これですね。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。ドレスアップ車両の買い取りもお任せください。欧州車の買い取りはボンドカーズ。はい、というわけで今回はボンドカーズ名古屋よりポルシェ K マン GT4 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。